マイナス0、あるいは、負の0とは、数値の0に、マイナスの符号をつけたものである。通常の算術では、負の0は、単なる0と同じであるが、これらを分ける方が望ましい場合や、分けて扱わざるを得ない場合がある。そのようなケースとして、以下のものがある極限。例えば、右方極限を x プラス0と、左方極限を x マイナス0と書いて区別する場合、コンピュータの、 数値表現において、ゼロの表現が1位でない場合、プラス0、0は、通常、極限操作を表す記号として用いられ、実数上の元とは扱われない。これは、任意の実数 C に対する C、C についても同様である。しかし、煩雑さを避けるため、標語的に政府のゼロや無限大を実数であるかのように表記することがしばしば行われる。 現在のほぼすべてのコンピュータやプログラミング言語が採用している不動小数点数の標準である IEE754 には通常の0.0とマイナス0.0がある。コンピュータの数値表現では歩数を利用して負数を表現することが多いが同じ歩数でも奇数の歩数を利用した場合には負のゼロが生じないのに対し現奇数の歩数を用いた場合には 負のゼロが生じる。また、符号と絶対値方式の場合にもゼロについて、生と負の二つのゼロがある。クリップ摂取0度を表示する温度計気小学では、マイナス0度は0度より低いがマイナス1度とするほどではない温度を示し、統計的な意味では重要なこともある。例えば、マイナス0.2度がその例である。0度は、負の範囲を含まないのでこれを0度として、 統計処理することはできない。また、冬季の寒さを比較する際に、日中の気温が0度未満の日を数えることは、基本であり、無視することができない。従ってマイナス1度に丸めるには絶対値が、小さすぎる温度はマイナス0度と記録される。道路上などに設置してある気温、ローン系でもそれを見ることができる。コンピュータにおける負の値の扱い方には色い々ろいろあるが、 IEEE 754が採用しているような符号と絶対値方式による表現ではゼロについての2種類の表現が可能であるため問題が生じることがある。なお21世紀にはほとんど見られなくなったがかつては整数の表現についても符号と絶対値方式が採用されることもあった。例えば IEE 754では x イコールイコール y といったような通常の比較において、通常の0と負の0を比較した場合、間になることを要求している。単にワードを整数と同様に比較しただけでは、その要求を満たすことができない。もっとも、IEE754、e、では例えば何についても、同様に例外的な扱いが必要なので、実装上、負の0が極めて得意というわけでもない。ありがとうございます。